ジャン・ルネ・ラ・コスとジーン・ルネ・ラ・コスで1904年7月2日から1996年10月12日はフランス・パリジュック出身の男子テニス選手。同僚のフランス人選手、アンリ・コシェ、ジャン・ボロトラ、ジャック・ブルニョンと共にフランスの4重子と呼ばれた。グランドスラム優勝7回を果たした。1976年国際テニス伝道入り。彼は今日では ワニのマークで有名なラコステブランドの創設者としてよく知られている。その粘り強いプレースタイルから付けられたニックネームワニにちなんで友人が描いたワニの絵はラコステのトレードマークとなった。娘のカトリーヌ・ラコストはプロゴルファーであり、1967年全米女子オープンではアマチュア選手としての優勝者になった。ラコステは15歳からテニスを始めたが、 富裕な自動車製造業者であった父親からテニスをするなら世界チャンピオンになる目標を5年以内に達成しなさいと言われたという。1923年からデビスカップフランス代表選手となり、コシェ、ボロトラ、ブルニョンに加わって4重視の仲間入りをする。ラコステの4大大会発優勝は1925年ウィンブルドン選手権であった。この年には、 全仏選手権でも初優勝を果たしている。この年から全仏選手権は国際大会となり、フランス人以外の選手にも出場資格が与えられるようになった。それから、ラコステは4大大会のシングルスで全仏選手権3勝、ウィンブルドン選手権2勝、全米選手権に連覇を達成し、通算7勝を挙げた。しかし1929年の 全仏選手権決勝で同僚のジャンボロトラを6から3、2から6、6から0、2から6、8から6で破って3度目の優勝を成し遂げた後、ラコステは結核のため25歳で突然の引退をした。引退から4年後にラコステはポロシャツのデザインに着手する。当時フランス最大のニット医療品製造会社を経営していた。 実業家、アンドレ・ジレ、アンドレ・ギラーの協力を得て、自分の種目であるテニスだけでなく、ゴルフやセーリングなど、主々のスポーツ種目を対象にした、ポロシャツのデザインを手掛けた。ラコステの夫人となったシモーヌ・ティオンド・ラ・ショームが、前衛女子ゴルフ選手権の優勝者であったことから、ゴルフウェアも、彼のライフワークとなった。1933年に創業した、ラコステブランドは、 画期的なスポーツウェアとして、早くから高い評価を集め、世界のトップブランドに躍進した。1974年、四十四の物語がアメリカの映画監督、リチャード・レスターにより映画化された。レスターは、前年の1973年に、デュマの小説、三十四の映画化を行い、 それに続いて1920年代マイナス1930年代前半に活躍した4人のフランス人、テニス選手のドキュメンタリーも残したのである。1976年、40種のメンバーたちは4人揃って、国際テニス殿堂入りを果たす。4人とも長寿に恵まれたが、まず、ブルニョンが殿堂入りの2年後、1978年に83歳で、亡くなり、 コシェは1987年に86歳、ボロトラが1994年に96歳で死去した。最後に残されたラコステも1996年10月12日に92年の生涯を閉じた。ラコステのブランドは今なおファッション業界で高い人気を維持している。ありがとうございます。